い、こんにちは、ラチです。今回はウィリアム・モリスというアーティストをやっていこうかなと思います。ウィリアム・モリスというと、まあ、聞き慣れない名前かもしれませんが、皆さんの身近に気軽に取り入れられる作品をたくさん展開している方じゃないかなと思います。最近ではセリアだったかな、セリアでなんかレターセットみたいなのを、まあ、モリスモデルでやっていたりとかしていますし、昨年とかだったらダイソーでマスキングテープ、モリスデザインでやっていたりとか、あとは、まあ、テキスタイルなので、あ、お洋服とか、ネイルとかそういうところにたくさん取り入れられているデザインかなと思います。そんなウィリアム・モリス、この人物は19世紀イギリスですね、イギリスのロンドンで活躍したアーツ&クラフツ運動の人と言われています。この人、まあ、19世紀というと、芸術美術史がアートなのかデザインなのか、まあ、ちょっと曖昧な分岐点にも当たるような場面で活躍した芸術家とも言えます。そんな中で、じゃあモリスがどういうふうに活躍したのか、どうして現在でもこんなにいろんな方に愛されているのかを今回やっていこうかなと思っています。はい、やっていきましょう。ウィリアム・モリス、1834年ロンドンです。北東のウェルサムストの、エルムハウスという場所で生まれました。ここはですね、中世的な建物、中世の建物を思わせるようなお屋敷ですね。ロンドンの郊外ではあるんですけど、そのお屋敷少し離れると森があって、鳥がささやいている音が聞こえてっていう、そういうところで生まれ育ちました。実はこのお父様、同じくウィリアム・モリスっていう名前のお父さんがいるんですけど、その人が金融業で実業家として活躍していた方で、まあ中産階級のお家だったようです。イギリスで、ロンドンで、で階級がね、上流とか 中流階級ってなると、まあその後々モリス自身が教育に対して、こういう恩恵を受けるとか、そういうことが、まあ、つながっていくかなと思います。幼少期の体験として語られるのは8歳の頃、お父さんに連れられて、カンタベリ大聖堂というところに連れて行かれたエピソードが、後々モリスが大人になってからよく語られているエピソードだそうです。この、カンタベリー大聖堂というのは、英国国教会、イギリス英国国教会ですよね。で独自の、宗教を作っているイギリスなんですけれども、そこの、英国国教会の総本山ともいえる大聖堂だそうです。で豪華絢爛な、すごく大きな、建物だったそうなんですが、その建築様式がゴシック建築を、まあ、元に創造されていたみたいなんです。このゴシック様式の建築、後のね、ウィリアム・モリスの作品、作風というのにとても影響を受けます。後々自分の作品を思い返してみた時、あ、そういえばここにルーツがあるんだなっていうところが、まあ、見えてきたからこそこのエピソードが出てきたのかなというふうに思います。その大聖堂の中にはステンドグラスがあって、そこにきらびやかな、作品がたくさん並んでいたと思いますし、中世風、まあ、このお屋敷、生まれたお屋敷も、まあ、中世風のお屋敷だったんですけれども、まあ、そういうところから、まあ、インスパイアされているのかなというところが見えます。そしてもう一つ、まあ、過去のエピソードとして語られるのがエピングの森という森です。この、ロンドンの東部にある森の中には、エリザベス女王、エリザベス1世が狩猟小屋として、狩猟するために、使った小屋が建てられていたそうなんですね。現在では一般公開されている小屋があるんですけれども、でそこに、モリスが行きまして、緑のタペストリーがある、それがすごく心に残っているんだっていうエピソードを残しているんです。だってもう一国の女王様が持っている王室のコレクションの一つですよ。それを目の当たりにして、あ、素晴らしいと感銘を受けたそうなんです。それは室内装飾品以上の存在だったと語っているそうなんですね。幼少期は絵の道には進みませんでした。10歳になるかならないかぐらいの頃には進学校に通わされていて、
そして15歳では家を離れて、パブリックスクールっていうところに行って寄宿生活を送っていたそうです。当時のイギリスにおける、中流階級上流階級の人たち、その人たちが自分の子供にどういう教育をさせるのかっていう、そこをお話ししなくてはいけないんですけれども、だんだんね19世紀の中で義務教育ができていく、その過程にあったんです。だからモリスが生まれたの1834年でしょ、19世紀の前半です。だから今ちょっとずつモリスが生きていく間でちょっとずつ義務教育っていうのがイギリスの中で国内で確立していく、そういう段階でした。そんな中でまず最初にイギリスの国がやった政策というのが、貧しい子どもたちのための政策でした。貧しい子でも教育を受けられるような、そういう環境にしましょう、無償で教育を無償で受けられるような、そういう国にしましょう、そういうね政策をどんどん打っていくみたいです。ですがそれで受けられる教育は最低限のものだった。モリスは後にオックスフォード大学に行くんですけれども、例えばそのオックスフォード大学に行きますって言ったら弁論ができなくちゃいけない、卓越してできなくちゃいけない、討論がちゃんとできるようにならなくちゃいけない、そういう勉学がもっとレベルの高いものをやろうとすると、無償で教育を受けられるというのはいろんな人、多くの人に対してはありがたかったかもしれませんが、じゃあもっとハイレベルなところに行きたい、カレッジに行きたいって思った時になかなかできなかったんですね。なので、中流や上流の人たち、そのお金を持っている裕福なお家は自分の子供を有料でパブリックスクール、そこに行かせて、そのレベルの高い教育を受けさせていたみたいです。ということでウィリアム・モリスもそれの、例に倣ってパブリックスクールに行くことになりました。なんでしょうね、感覚としてはなんか地元の友達は公立に行くんだけど、俺だけ私立のちょっと遠い学校に行くみたいな、そういう感覚だったのかもしれません。で、この教育に対してちょっと嫌だったんですって、モリスが。だから父親に対して反抗の気持ちが芽生え出したとかっていう記述を残したりしています。そのパブリックスクールのことを少年飼育所と形容したりするぐらい、ちょっと反抗的な態度をとっていたみたいなんですね。この悩みが生まれるのも、お金持ってるからでしょってこう庶民マインドは思うんですけれども、モリスはモリスなりにそういうところで悩んで苦しんでいたみたいなんです。反抗心っていうのをどこに向けていたか、それは自分が本当はやりたかった創作創造活動に力を注いでいたみたいです。学生時代のモリスはとても変わった生徒だったみたいです。教室に行って授業を受けるわけではなく、図書館に行ってそういう中世の本を読み漁ったりとか、ゴシック様式の本をね読み漁ったりとかしていたみたいなんですね。なんかその辺もちょっと天才っぽいエピソードですよね。そして結局パブリックスクールを自主退学することになってしまいます。自主退学してどうしたか、オックスフォード行くんです。かっこいいですね、オックスフォード行くんですよ。1853年、ウィリアム・モリス19歳の時です。オックスフォード大学のエクセター学寮というところに進学入学します。ここでの出会いが後に彼の創作を火をつけることになるんですね。そのオックスフォード大学で出会ったのは、すぐに仲良くなったのはバーン・ジョーンズというアーティストでした。その画家は、後に画家になるんですけれども、ラファエル前派第2期第2世かなっていうふうに言われたりとかしていて、すごく絵がうまい学生でした。その子と意気投合して、後にね自分たちのモリス商会っていうのを作っていったりとかしています。他にもいろんな出会いがありました。他にも一緒に起業をしたモリス商会っていうのを後にやったチャールズ・フォークナー、そしてコーメル・プライズ、そういうね仲間たちと出会うことになります。
自分たちのやりたいことをディスカッションしながら探して見つけ出して、そして行動していく。モリスめちゃくちゃ行動派なんです。そしていろんなところに後々行動することになっていきます。その、諸女作ともいえるこの同人誌オックスフォード&ケンブリッジマガジンというので、モリスは物語や詩として、投稿していきました。仲間と一緒にモリス・マーシャル・フォークナー商会という、一つのビジネスを立ち上げることになりました。共同で事業をして新しいことするぞって言って事業を立ち上げることになりました。何をするかといったら、例えばステンドグラスをやったり、お家の内装を制作していったり、家具を制作していったり、そういうビジネスを立ち上げることになります。この事業、紹介の事業の全体のマネージメントもする、もう総指揮官として一人でもう大立ち回りをするんですよ。1862年この紹介がロンドン万博に出品します。そしてこのロンドン万博に出品した絵付きの家具、ステンドグラス、そして、刺繍のような作品が受賞するんですよ。モリス商会大忙しになります。大量の家具制作依頼メインできます。モリスの代表作となっていくような作品もここでたくさん、展開されていくことになりました。壁紙のデザインをモリスが担当して、でそのテキスタイルを、すごく評判が良かったんですよね。例えば格子園っていう、格子状の中に植物がこううねうねうねって入っているような作品が、テキスタイルとして、発表されて販売されていたりとか、あとはひなぎくの作品、そしてザクロをモチーフに壁紙のデザインをしたような、そういうものもたくさん展開していきます。アーツ&クラフト運動っぽくなりましたね。アートとクラフト、そう、大量生産の、もう量産された製品ではない手仕事の素晴らしさというのを私たちは見せたい、そういうところがだんだんと垣間見えるようになっていきました。如実に現れたのが手書きの絵が入ったタイル、そういうのもこのモリス商会作ってたんですよ。30代になる頃にはこの商会をたった一人で、ほぼ一人で仕切っていると言っていたみたいです。しかも自らも手を動かしてますからね。マネージメントとプレイヤー、それなんて言うんですか、プレイマネージメントプレイヤーみたいなやつ、そんなにすごい、もう火の打ちどころがありませんっていう人です。ですがプライベートはなんかあんまうまくいってなかったみたいですね。モリスってめちゃくちゃ真面目なんですよ。でもプライベートなんじゃらほいみたいな感じだったんです。モリスはジェインという、当時モデルを結構担当していた、女性と結婚することになります。ジェーン、もともと町娘でした。ですが、そのロセッティとか、あとバーン・ジョーンズが街でこう見かけて、君は素晴らしいと美を見出して、でモデルを依頼するわけですよ。でそれから、こう交流を持つようになったわけなんですけれども、本当はジェーンはモリスと結婚するんですよ。モリスと結婚するんですけど、ロセッティと、ちょっとねみたいなんですよね。ね、そういうジェーンってもともと貧しいお家の出だったんですね。でそれで、モリスはですね、金持ってたんですよね。ロセッティはその時、モリスと結婚する時、ロセッティは奥さんがいました。奥さんがいた、奥さんと結婚する頃だったのかな、でいました。ロセッティとなんかちょっと人なんかあるんじゃないかみたいな、そういう疑惑がだんだん出てくるわけなんですよ。ね、もうモリス真面目でしょ。でも仕事一辺倒だったと思うんです。でロセッティってどんな人かって言ったら、もうめちゃくちゃもうやり手のイケメンの、口説くのも大変だれだれし、モリスは詩人としても活躍していましたが、この当時ですね、詩の本っていうのを出版するんです。その詩の本に何書いてあるかって言ったら、色恋沙汰ですっごい悩んでいる俺みたいな、
そういうエピソードをつら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 書いてるんですね。でその時の本のカリグラフィーとかは素晴らしいんですけど、芸術的に素晴らしい本なんですけれども、書いてある内容が西野カナなんですよ。もうなんか恋愛めちゃくちゃ苦労で、もう耳も僕の耳も声もおかしくなってしまったんだろうか、もう忘れられないあの顔を僕は今でも探しているんだって、もう本当な、何なの米津玄師ですかみたいな、そういう本を出版したりとかしていますね。ちょっと全部が完璧じゃないっていうところもちょっと私は惹かれるポイントなんですけれども、まあ、そういうところがあります。そしてまあなかなかね、そこのプライベートもそうですし、モリス商会自体もだんだんガタがうまくいかなくなってきてしまいます。ロセッティもそのグループに関係していた人物でもありましたので、まあそこのロセッティとの仲ともうまくいかなくなってきました。それだけじゃありません。創設メンバーである、そのね、あのメンバーとの方向性の違いっていうのもだんだん出てきました。モリスはアーツ&クラフツ運動につながるようなこともやっていましたし、社会主義、社会貢献をしたいという動きも、だんだん芽生えてきたんです。だけどメンバーからしたら、まあ、そこまでじゃないと、何そんなにやってんのみたいな感じになってきたんでしょうね。だからだんだんこうメンバーの方向性の違いで共同経営というのが難しくなってきてしまいました。何ですか、バンドマンの解散ですかっていうような理由ですけれども、まあ共同経営っていうのは難しいんでしょうね。そこで1875年、モリスが41歳の時に、独立経営として改めて、この組み直しをして再出発をすることになりました。その後も順調に拡大をしていって、だんだん自分たちの事業も拡大していきました。それだけじゃありません、カリグラフィー詩人としても活躍していましたし、社会貢献っていうところにも、社会貢献に対しても関心がありましたので、そういう活動もしていきました。1876年に東方問題協会っていうのに参加してみたりとか、まあ、政治的な活動をしてみたりとか、あとは古建築物保護協会というのも創設しています。1877年です。これが、ジョン・ラスキンとかカーライルなんていう、まあ、思想家の人たちも、まあ、共感を得て発展していくわけなんですけれども、でその新しい、産業革命以降の新しい社会になっていってはいるけれど、そうじゃない昔のものも大切にしていきましょうというのが、まあ、見えてきたわけなんです。そして、社会主義同盟というのも結成したりして、どんどん自分の活動の幅を広げていくことになりました。めちゃくちゃアクティブですね、モリス。自分の事業もやって、でそういう社会貢献、社会に対する、ことも活動を活発にしていきました。彼のアクティブな行動は若い世代のアーティストとか活動している人たちの心に刺さったわけです。でその若い人たちが、モリツが先駆者になったって言って後に作ったのがアーツ&クラフツ運動でした。もともと展覧会の名前だったんですけどね、アーツ&クラフツ展覧会というものが、まあ、アーツ&クラフツ運動の元の、言葉にはなったんですけれども、そういうのを、まあ、やっていくわけです。そうやっていろんなところに手を広げて活動を活発にしていったウィリアム・モリス、62歳になった1896年亡くなってしまいます。医者曰くモリスの死因は一人で10人以上の仕事をしたせいだと言っていました。要するに過労死ですよね。そりゃそうですよ、いろんなことやったもん。そして世界中に、後にウィリアム・モリスという名前が残るほど、もう世界を変えたわけです。産業革命っていう大きな動きに対して反発をして、でこれだけ行動したのはモリス以外にいなかったかもしれません。だからこそ若手に、心を打たれた若手が出てきましたし、後に世界中にね、アーツ&クラフツ運動ウィリアム・モリスっていうのが、流れてきた原因になったんじゃないかなと思います。彼の代表作最後に一つ見ていきましょう。もちろんイチゴ泥棒です。
1883年に登録されました。こちらのテキスタイルデザインですね。これは冒頭でもお話ししたように現在でも親しまれているデザインです。ダイソーとかセリアとかにも、まあ、こういうレターセットが売ってあったりとか、まあ、その100均のグッズになっていたりとかもして、まあ、いろいろと重宝されているデザインではあると思います。これはもともと染色に対してすごく関心があった時に制作された作品です。インディゴの染色、まあ、ジーンズのインディゴって言ったらね、このジーパンの藍色のやつですよね。その当時はなかなかやらなかったやり方で、だけど伝統的で、昔からある染料を使いながら、こういう作品を展開していったみたいです。この大量生産が是としていた産業革命直後のイギリスですよ。そんな中で数日かけてようやく完成するような、お金も高いです、高価な商品になっちゃいました。でそういうイチゴ泥棒を制作して販売して、だけどこれがこのビジネスで一番のヒット作品になったみたいなんですね。いやこれ本当に今見ても本当に廃れないデザインですし、あの昔もう100年前200年前に制作された作品とはとても思えないようなデザインになっているかなと思います。彼のこだわり抜いた技の片鱗がこの一つとっても見えてくるのではないでしょうか。はい、こんにちは、はじめまして。美術解説師をやっていますアートテラーのラチと言います。よろしくお願いします。今回読売カルチャーさんの方でオンラインの講座をやらせていただくことになりました。ボストン美術館展芸術と力を100倍楽しむ講座ということで7月30日夜やらせていただきます。こちらの講演会はまず東京都美術館で公開されますボストン美術館展という展覧会に合わせた講座内容となっております。こちらのね展示会に行くよという方も、ちょっと内容気になるよという方も楽しめるような講座になっていますので、ぜひ概要欄からチェックしていただけると嬉しいなと思います。いやリアルタイムで行くのは難しいよという方も大丈夫ですし、いや美術のことあんまりよくわからないんだよね、事前知識ないんだよねという方も楽しめるように頑張りますので、ぜひよかったら講座登録していただけると嬉しいです。皆さんのご参加お待ちしております。それではアートテラーのラチでした。この度本を出版することになりました、大人の雑学西洋画家辞典です。これさ黄色なんだけどさ、グリーンバックだから全然黄色じゃないっていう。西洋画家に登場してくる35名のエピソード集です。ぜひ Amazon やお近くの書店でご購入ください。よろしくお願いします。それじゃあ